じゃあ転換から いつものように転換転換からね転換転換転換はこういなくなってで向こうへ出すっていう形ね。でこうまあ彼の場合はこうに来てくれてるからね、来てくれてるから、で自分が近づけんじゃなくて彼が主導してるって感じで、自分が待って自分がこういうふうに主導してるんじゃなくて彼が主導してる、彼ね、そして近づいてきたら入れ替わるからこの手が効かなくなってこういうふうにだから自分が主導してることは何もないの、彼が全部主導してるって、ほら彼が全部主導は彼の仕事、それでこうねこうだからやってる、僕が主導してるみたいに見えるけど彼が主導してるって、そういうふうにやった方がいいと思うね。そうそしてこうねこうで自分は姿勢まっすぐで、ここの重みはグーンって近づいてくれば彼は倒れちゃうんだし、向こうへ出せばあのなんていうの、出してから落とせば彼は落ちちゃうんだよね。でこっち回ってくればこう倒れてくる、そういう形だから彼が主導してるって、そういう意識でやった方がいいと思うんですね。じゃあ転換からやりましょう。彼女が攻撃してきてくれてるんだから、僕はあのなんていうの、あの同じ攻撃してやっつけるっていう、そういうふうにやって同じレベルになっちゃうの。だから僕は彼女は攻撃くるのが主目的で、僕は安定してるっていうのが主目的、線を外すっていうのが主目的だから、彼女は勝手に倒れちゃったんだけど、攻撃してくるから攻撃してるので、僕はいないんでしょ、ここにいない。そして僕の主目的はまっすぐ安定してる、やっつけないでもいい、やっつけるのは後回しで、安定してるので、彼女の資格にもらうっていうのが大事なの、この資格。そして安定してるって、で彼女は攻撃してきてるから勝手に僕が歩いただけで倒れちゃった、そういうふうにやった方がいいのね。でそういうふうにやってるの、ほら攻撃してきてる、だからほら僕は安定してることだけしか考えてないの、視線を外して安定してることだけ考えてる、だから安定してるの。彼女をやっつけようと思ったらこうなっちゃうね、おいやられちゃうね、ゴボゴボになっちゃうんだから、僕は彼女の この攻撃してこようっていうのに付き合わないで安定してることしか考えてないの。そして彼女は勝手に倒れちゃった、そういうふうにやってほしいんですよ。で上と下ね、あやってんだけど、まあ そういう形でちょっと考えて自分をコントロールしないと考えられないから、あの同じレベルだったらずっと同じレベルなので、ここやっつけてんだとこって やっつけられないんだから、だから自分は安定してて彼女は勝手に倒れたって、安定してて線を外してって、そういう主目的ね。でそこのところをちょっともう少しやって、上と下やってでちょっとやりましょう。みんなバトル好きだからね、あのみんなバトルやりたいんだよね分かってない、見てるとさ、だいたいこれこうかってやって、こいつやっつけよったもってやってんだよね。あの僕は安定して、彼はこういうところは当然なの、あの攻撃してくるのは役目だからね。だけど僕は安定して彼の線を外しましたよ、そしていいところ入りましたよ、近くね。で彼はまあ応じていろいろこの手使ってくるとかいるんだけど、その時にはやっつけてるって、そういう風な形なの。だから安定してまあつまずいたりなんかすることもあるんだけど、予定外でね、要は安定して普通にしてるのは若け来てる感じ、いないんだからほら、いないんだから できるんだよね。で彼は攻撃してんだよね、彼は攻撃こっちだから、いやでもその時やっつけちゃってんの、安定してんの、そういうことの方が目的だから、みんなバトル好きだからさ、こうやってやっつけたらやられちゃうんだよ、彼の方が強いに決まってんだから、そういう話、同じことしか言ってないんだけどそういう話なんだよね。で呼吸法って今日話だから、あ呼吸法かな、ね、呼吸法は座ってやるのね、普通ね、あの合気会とかね、呼吸法で呼吸投げっていうのは、今上とか下とかやったの呼吸投げっていうので、呼吸法やる前にその
僕は安定してる、彼はこういうとこ取りに来てる、攻撃してきてるっていうのを線を外して、で下に落とすの、下に。で僕は安定してるの、安定してることだけ考えてるの、安定してこうして、で行かな、まあ彼が受け身取らなかったもいいよ、受け身取らないでね、あ失敗したとするじゃん、失敗してしたら安定してることが大事だから、失敗しました、それでリカバリーやめましたって、こうやめちゃったら彼は腰を返してボカって来たり、あそうそう来るんでしょ、だからこうやめないことなの、あ失敗したあやめないの、こうやめないで安定してるの、やめないで、やめないで、こうあ失敗しちゃったんだけど次来る前に安定してるの、そして出てるの、そういうふうにやりたいのね。で本当は失敗しない方がいいの、だから失敗しないで線を外して下に落とすだけで安定してる、失敗しないで線外して、線外して下に落としてる、線外して、線外して、ちょっと失敗したんだな、失敗してないです。要は安定してるってこと。じゃあその辺注意して、あの表面意識上げないとできないからね、バトルになっちゃうから、みんなバトルになって楽しいから、バトル楽しいんだよね、みんなどっちが勝ったとかっていうのは楽しいからみんなやっちゃうんだけど、じゃなくてバトルは彼は勝つのが目的で、私は、まあ、安定してる、自分が安定してるのが目的って、そういうふうに思い直してやった方がいいと思います。はい、じゃ あのね、安定してるってすごく難しいって話で、言葉は理解できないっていう、そういう話で、あの言い換えた方がいいですよって言われたのね。でそれは飯野先生がそういうふうに言ったんだけどさ、要は相手にしないんだって、相手にしないで、しないから安定してるって。だから相手にしちゃダメなんですよ、相手、彼が来たのが相手にしちゃダメなの、相手にしてないの、ほら相手にしてないの全然で、勝手にやってんの、勝手に勝手にやってんのってのはもう 何度も言ってんだけど、勝手にやってんの、だから変わってきて、勝手にやってんのか、勝手に彼が勝手に倒れちゃったって、そういうふうに言ってんだよね。で相手にしてたら、こうって俺の怖い顔して俺のこう手見てんだよね、自分の手ね、この時やばいよね。 でも相手にしてないの、怖い、相手にしてないんだから、相手にしてないんだから、相手にしてないの、だから相手にしない方がいいんだよね。でいろいろその今言葉あったんだけど、安定してって言葉じゃなくて、相手にしない、相手にしないでさばいてみる、こうやってさ、相手にしないの、相手にしない、相手にし、いいよ、相手にこう、例えばさ失敗しても相手にしてたら、これ失敗したらまずいの、やられちゃうんだから。でもやられる、いや失敗してやられる前にほら相手にしてないから、相手にしてないから、そういう風にやった方がいいのね。で相手にしてないから、ほら相手な、ほらね、相手にしてないっていう、そういうキーワード。じゃあもう少し自由にやりましょう。あのね、今飯野君言ったんだけどね、あの対等じゃないんだって。だからあの相手にしてないんだから、対等だとやっつけたいとか、お互いにぶつかってこう同じ立場でやっつける、どっちが強いかとか、そういう話じゃない。でも俺の方が上なんてだって思ってれば、俺気にしてねえんだよって、気にしてねえんだよ、もうさよならっていいんだよ、さよならって、攻撃が来ないんだからって、そういうふうに思ってればいいわけ。でも攻撃来るからしょうがなくて線外して落としちゃったんだよって、ピシャったんだよって、そういうふうに思ってんだよね。そう思った方がいいの。ところが合気道やるとみんなこうやって対等になっちゃって、やっちゃってんの。対等なんかじゃできねえんだから、気にしないの全然。そういうふうにやってんでしょ。だから僕の方が上だと思ってんの。だ上だと思ってやった方がいいと思うのよ。でもみんな気にしないでやりましょう、気にしないでやりましょうって気にしてやってんの、大体。だからそういう話、そういう見ててもそうだよねって、そういう話だから、あのみんな何年やってもそういうふうに対等だと思ってる限りはできない。少しは
経験とかさ、そういう上手くなるかもしれないけど、対等じゃないんだからっていうふうに思ってんの。そうすると外から出てんだから、さよならでもいいし、やっつけたければやっつけてもいい、さよならでもいいよね。攻撃来ないんだから、やられないんだから、そっちの方が大事だって話で、やっつけたかったら一挙の形でこうやって出て、やりたかったらやってもいいんだけど、それはやってもやんなくてもいいの。でも稽古で合気道だから一挙の形でやんなきゃいけない。でもこういうふうに言ったらやられちゃうの。だからなんていうのかな、対等じゃなくて自分が上なんだから関係ねえんだからって、そういうふうに関係ねえの。でもこういう資格もらったのって、そういうふうにやってんだよね。でそういうふうにやった方がいいんじゃないかなって。で一挙とかそういう稽古方法あるけども、対等でやらないことなの。だから四方投げでもさ、こう入ってきたよ、ほら、何だってできるんだよ、あの自由ならっていう話ね。だからそういう気持ちになるのは難しい、すごく。あの口ではみんな対等だとか言って、自由だとかいろいろ言ってるんだけど、まあそういう話だから、少しその一挙とかね、合気道の形を使って一挙とか四方投げとかいろいろあるじゃないですか。少し練習して、それで気持ちの使い方、それが大事だと思うんで。最後にあの呼吸法っていうのね、呼吸法っていうのはこう座って、なんか自分の昔はね、こうやってなんかビール飲むとかさ、耳かくとかさ、頭かくとかさ、いろいろやったので、ビール飲むとか耳かくとか、目こうやってやるとか、頭かくとかって大体自分に近いんだよね。自分に近いので、なんでそういうふうに言うのかなって、自分に近いってことなの。遠く離れたら損しちゃうの、やられちゃうんだから。だからこうやって自分に近いのと、すごくなんていうの、力が出る、テコだから、テコ、自分の重心じゃない、わーって近いのね。で自分の重心に近いところでこう、自分の重心が離してないよ。